これは本当に美しい伝説に残るパンツ。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、大変長らくお待たせいたしました。今日はプラス J の商品でコーディネートを組んでいきたいと思います。はい、いやなかなかあげないけどどうなっちゃってるのって苛立ちを皆様に与えてしまったかもしれません。ごめんなさい。今日はね全部はコーディネートできないと思うので、はい、こちらのコートとそれからワンピースを使ってコーディネートをしたいと思います。はい、今回ねこちらハイブリッドダウンジャケット、はい、私ね M サイズを実は購入したんです。正直ね私にはちょっとこれがね短いのが欲しかったっていうのもあるんだけど、ちょっとね袖は私には短いです。だから、どういうことをするかっていうと、これとガントレットをはめてワンピースを着るというねコーディネートをしていきたいと思います。もしご購入されなかった方、ご覧いただけてない方には詳細をお伝えしたいと思います。ここにね、グログランテープできちんとこのようにパイピングされています。ポケット口、はい、ここだけかな、パイピングされてるのは。はい、こちらとこちらですよね。でポケットも、こちらに広く2つあるのと、それから、はい、ここの部分がねちょっとキューってやるとコントロールできるような感じ、はい、ここで調整ができるような状態になってます。少しこういう感じにここでふわっとした感じにさせたいという感じですね。というわけで、はい、こちら、それからメリノブレンド A ラインワンピースネイビーM サイズを購入しています。はい、コンポジションが 78% ウール 22% ナイロンです。そしてこのパンツ、はい、このパンツはウールスリムパンツですね。はい、私はウエスト 64cm ヒップ 91cm というものを購入しています。はい、9,990円。これのね素晴らしいのはね、この内側にこのようにねファスナーがついててね、多分靴とかねそういうものの関わりもあったりとか、それからラインを自分で好きなようにねちょっとこう足長に見せるために内側にこのようにファスナーで開口できるようになっています。でね、このパンツの素晴らしいところはね、ポケットインポケットがあるの。要はちょっとした、まあ、切符最近使う人いないでしょうけれども、何かしらのそのチケットだったりとか、ね、小銭とかをちょっと入れとけるようなそういうポケットがついています。片方だけ、うん、はい、こちらのニットは、はい、同じくメリノウールなんですけれども、こちらも私 M サイズを購入してます。はい、オフホワイト 78% ウールの 22% ナイロンです。今日のコーディネート、はい、ラインの入ったサイドにラインの入った、フィリップ・リムのパンツに、サスペンダーをつけて、はい、サスペンダーはアメリカ英語のこと、アメリカ英語でサスペンダーといって、イギリス英語ではブレイシーズと言います。はい、こちらにこちらのバッグを斜め掛けして先ほどのファーを巻いて横浜に行き、横浜からこちらに戻ってきました。はい、というわけで、じゃん、はい、いかがでしょう。はい、かなり静電気を発生するような状態だったのでエレガードが必要だと思います。はい、特にね最初私タイツを履いたまんま着ていたんですけれども、今ストッキングに変えました。はい、私がもうお気に入りになるのは袖のところがね、いくら身幅がすっきりしてても袖がズドンというのが私一番ユニクロさんの中で、あまり好きじゃないところなんですね。ただこのジルさんの場合はもうね袖も綺麗に細い状態で、これが高級感。ちなみにはい、こういう感じですね。はい、このベルトはダブルバックルベルト 3,990 円、はい、ダークブラウンを購入しました。はい、じゃあ着てみましょう。で前閉じないで開けたまんまにしました。はい、でもちろんね、今日はこういう感じでちょっとオフィス風にパンプス履いてるけれども、はい、ブーツもいいし、もちろんこれの下にねレギンスとか履いたりとか、もちろんこの下にこのパンツ履くっていうのでも素敵だと思いますよ。後でやってみましょうか。はい、それではじゃん。はい、こういう感じ、中にねパンツを履いてみました。はい、いかがでしょう。パンツオンワンピースも色が合ってるから素敵だと思いません？じゃん。はい、一つずつご紹介していきましょう。まずはねこのパンツ。はい、このパンツ綺麗でしょう。スーツにできるやつですね。で、私の場合はここを開けると丈がちょうど私はいい状態なので、ちょっと短めのなので開けてしまうよりも私は下げて使う方が好きかな。はい、ものすごくやっぱり綺麗ですね。イージーパンツだったりとかアンクルパンツみたいな、ああいうやっぱり今までのユニクロのそのパンツの綺麗さっていうものもうまく活かしてるし、もちろんそのジルさんの造形美っていうものもうまくミックスしてね、素敵に出来上がってるなって思います。これは本当に美しい、伝説に残るパンツの美しさだと思います。はい、そしてね、その上のこのセーター、私はねここからブルーがつながるっていうその雰囲気がすごく大人っぽくていいなと思って、このパンツにはこのセーター合わせたいなと思ってこちらを選びました。ご存知の方も多いと思いますが、セーターは後ろは短くして前を下げる、はい、後ろが腰高に見えるようにしていただけるとよりスタイルアップして見えます、はい、でこちら着てみましょうか。ね、そして、はい、この袖の短いところをカバーするためのこちらのガントレットをしてみます。はい、こういう感じ。どう？ちゃんとこことリンクしてない？最近ビッグシルエットが流行りだから L でもいいし、 L をね購入された方、 XL を購入された方もいらっしゃると思うんですけど、その目的によってね雰囲気を変えるためにはサイズっていうもの、確かねサイズについて教えてくださいっていうコメントも頂いてたと思うんだけれども、なかなかこれはこうこれはこうっていうのをお伝えできないので、例えばシャツだったりとかね、この肩のラインがきちんと肩の上に乗ってるかっていうところに関しては自分の肩に合ったものを選ばなきゃいけないし、セーターみたいに少しドロップしているようなものだったりする場合はサイズがねちょっと大きくてもよかったりするので、こういうようにね袖がね、ほらここで合わさってるものなので、袖の位置っていうのはこれ関係ないじゃない。でそういう意味では、もうちょっと長い袖でも全然いいし、私みたいにこうやって短めに着るっていうのもいいわけだから、サイズって自分のサイズを分かった上でお洋服を選ぶんだけれど、プラスアルファ洋服のその持っている持ち味だったりとか、肩がどこにあるのかっていうところで選んでいくっていうのもあるの。あとね身長とねこの丈っていうのも関係してくるから、はい、というわけでご返答になったかしら。はい、話を元に戻します。はい、というわけでいかがでしょう。前をピキッと締めるパターンと、上だけ留めてね下をふらしてこの広がった感じを生かすっていうのもできるよね。でタートルネックは前にも何度もお伝えしてるけど、これもちろんこうやって折り返しするためにねここに縫い目が出てしまってるんだけど、これをうまく隠しながらねここら辺をクシュクシュさせるとこの縫い目も見えづらくなるから、いかがでしょう。はい、というわけで今日はこのぐらいにしておきたいと思います。小出しで大変申し訳ないんだけれど、またねメインの、はい、もうすでに静止画を撮らせていただいているこのねタックシャツもこのパンツと合わせて次回ご覧いただきたいと思います。はい、それでは試着室はマジックボックススタイリストの五十嵐かおるでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすごく嬉しいです。それではまた近いうちにすぐお会いしましょう。バイバイ。